はい、こんにちは影村です今日はあのセブンイレブンさんで、えー、ゲットしまいりましたスターバックスさんのミラノエスプレッソのーコーヒーの動画ですね、えー、ご一緒にご覧いただきたいと思いますおまずですねミラノエスプレッソの説明がこちらの方に記載ございますねえー、本場のエスプレッソということでしょうか、えー、そういったしましたらまず、えー、そうですね原材料名の方ご一緒にご覧いただきたいと思います 生乳50%未満コーヒー砂糖、えー、乳製品 PH 調整剤香料カゼイン NA 乳化剤ということですその下カロリーの方は 200ml あたり1本当たり 86kcal ロロということですねはいこちらが中身になるんですけれども納豆も言えない色してますよねコーヒー濃いめっていう感じでしょうかそれではお味の方をチェックしてみたいと思います あーこれはまた効きますねえっとさっぱりした感じにしてくれるんですけれどもそれでいってあの癒される感じでえー、スターバックスさんで、まあ、何回かあしかコーヒー飲んだことないんですけれどもその風味がぎっしりこの中に詰まっているっていう感じです、えー、ただ198円とちょっと高めですよねえー、なんですけれども飲む価値はあると思いますの、ね、でちょっともう一回チェックしてみます うん。あの、グッとくる、なんて言うんですかね、コーヒーの、あの、苦み、濃くえー、で、えー、たっぷりのミルク感で、渋みは、あの、ほとんど感じられないですね。甘さはそこそこ、ほどほどっていう感じです。美味しいです。ええー、のエスプレッソですね。セブンイレブンさんの方でゲットしてまいりました。それでは簡単なんですが、すね、させていただきたいと思います。